どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークの、ね、トライベッカ地区に来ております。本日は、こちらちょっと車の行き来で途中で見えなくなっちゃうかもしれないんですけども、シェラトントライベッカニューヨークホテル、本日ねこちらにお世話になろうかと思っております。今回はね現金で宿泊させていただいております。でね、今回はちょっとね友人がニューヨークに来るということですんで、今回はねその友人と宿泊っていう感じですね。ここはねあのニューヨークのマリオット系のホテルではですね、ディスレージョフィーっていう宿泊に際してね、確実にかかる料金っていうものがあるんですけども、このシェラトン、トライベッカニューヨークホテルはですね、そのディスレージョフィーがないんですよね。にもかかわらずホテルにね、クラブラウンジがあるというふうに聞いておりますので、実際どんなもんかっていうのをね今回レビューできたらなと思っております。個人的にはですねニューヨークのこのマリオット系のディスネージョンフィーっていうのは結構バカにならない料金なんですよね。まあ1泊30ドルとか35ドルとか、高いところだと50ドルっていうところもあるんですよね。まあそれがねこのトライベッカのシェラトンにはないということなんで、まあ今回ね、宿泊してみたいなと思って、しかもラウンジがあると聞いておりますんで、私自身ねとても楽しみとなっております。これからねチェックインしていくんですけども、どんな感じの部屋にね通していただけるかというのもね、楽しみでもあります。それではね、今回はシェラトントライベッカニューヨークホテルね、マリオットボンボイのプラチナ生活どんな感じで利用できるかも、チェックしていきたいと思います。それでは行きます。シェラトン、ね、トライベッカ地区はこんな感じです。またねミッドタウン、アップタウンとかね、そのエリアともまた違った雰囲気があってね、個人的にはね好きです。それではね、シェラトントライベッカニューヨークホテルね、宿泊していきたいと思います。チェックインねしていきたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。今回は1513っていう部屋です。それではね入っていきたいと思います。荷物だけね先に、運んでいただいてます。それではね部屋はこんな感じとなっております。今回はね友人と宿泊ということで、ツインベッドとなっております。まあ、ニューヨークはねもうスペシャルハイシーズンということで、おそらくですがアップグレードはされてないと思いますね。まあでもここにもスーツケース広げられそうですし、まあここら辺にもねスーツケース広げられそうなんで、まあ物価の高いニューヨークからすると、かなり広い方なんではないのでしょうか。で、こっちにはねコーヒーマシンがあります。傾いてで、こんな感じですね。先に眺め見ましょうか。今回はこんな感じの部屋となっております。ここ15階なんですけども、いいですね、結構綺麗です。見えますでしょうか、あっちに壁画みたいなのね描かれていますね。それではバスルーム行ってみましょうか。それではバスルーム行ってみたいと思います。ちょっとね今電気つけたんですけど、電気と一緒にね換気扇の音がだいぶ強く入っちゃってますけども、ちょっとご了承ください。これ消しちゃうとねかなり暗いんで、ちょっとつけっぱなしでいきたいと思います。まあこれシェラトンのボディーローションと石鹸ですね。あとお手洗いとバスタブです。でアメニティはいつも通りですね、いつもこのブランドですね、シェラトンは。まあ、こんな感じとなっています。シャワーは固定式ですね、こんな感じです。まあこんなもんですかね、これにタオルがあってバスタオルは下に置いてあります。で鏡と周りに照明がついているこの鏡ですね。まあ設備はこんなもんですかね。クローゼットはこんな感じですね。金庫とハンガー、
あとスリッパ等々はないですね。ガムもなさそうですね。あとこちらにコーヒーマシン。これはさっきも言ったかな。あとここにグラスと氷入れるやつ。で、こちらはですね、やはりこちらは有料のお水ですね。備え付けはそんなもんですね。それではね、こちらの部屋に宿泊させていただきます。こちらですね、今回現金で取っております。冒頭にもね言った通り、やはりここはね、ディスティネージョンフィーっていう、ニューヨークのね、マリオット系のホテルでは、まあリゾート料金みたいな感じで、30ドル請求されて20ドル分使えるみたいな感じで、まあその値段はねホテルによって違うんですけども、まあそういうね、まあ、ディスティネージョンフィーっていうものがあるんですけども、このホテルはありません。それがいいですね。で、さらにここはラウンジがついているということで、しかもね、ラウンジは24時間空いているそうなので、まあ、ニューヨークは物価が高いですからね、お水、まあ、あとソフトドリンクとかね、まあ、そういうものも、無料で利用できるっていう感じですね。まあ、それではこちらにお世話になろうかと思います。今ね、ちょうどチェックインしたちょうど4時ぐらいなんで、3時半ぐらい、3時ぐらいか、3時ぐらいですね。ですので、今の時間とはね、ラウンジ多分何も、ソフトドリンクぐらいしかないと思いますんで、まあ、夜の時間、ともにね、あと朝食もね、紹介できたらなと思っております。いや、私個人的にはですね、このディスティネーションフィーがかからないこのホテルでラウンジがついてるっていうホテルは、ニューヨークでは初めてですので、ここはかなりおすすめのポイントですね。ディスティネーションフィーっていうものは絶対かかってきてしまうんですよね、特にラウンジのあるホテルだと。ですので、そうなるとですね、ポイントで宿泊、まあ、5泊とかした場合ですね、1泊30ドルなんで、まあ、150ドルぐらいになるわけですよね。いや、かなりもったいないですよね、そうなると。せっかくポイントで宿泊したのに、結局そこでまあお金がかかってしまうみたいな。まあ、せっかくねポイントで宿泊するのであれば、まあ、このホテルはね、かなりそういう意味ではいいんじゃないかと思います。それではね、夕方の5時になりましたんで、一応ね、ラウンジ、オードブルタイムっていうのがね、やっているそうなんで、そちらね、見に行ってみたいと思います。おはようございます。これからね、ラウンジの方の朝食をいただきにね、行きたいと思います。それではね、朝食いただきたいと思います。こんな感じです。こちらですね、アップルジュース。それではいただきます。オレンジジュース、うまい。ヨーグルトです。
これヨーグルトなんですけど、うまいっすね。ヨーグルトはですね、私数日滞在したんですけど、なんかカップのヨーグルトがあったりなかったりしますので、もしねない場合はヨーグルトありますかって聞くと、お皿にねヨーグルトを持ってくれますんで、このお皿に並々入れてくれますんでね、かなり量多いですね。食べたかったんでいいんですけど、こんなに来られると思わなかったですね。でこれがクリームチーズ、まあ、今回はちょっとこのクリームチーズをねパンにのせて食べてようかなっていう感じですね。でこの朝食会場はですね、今7時ジャストぐらいかな、なんでまだねそんなでもないんですけど、これが7時半ぐらいになってくるとかなり混み合って、まあ、ラウンジ内もそんな広くないんでね、座る場所がなくなるかもしれないですね。まあ別に普通に部屋に持ってって、ね、食べてる人もいたんで、まあそれでも全然 OK なので、まあ、ラウンジ内はそんな広くないですけど、そこまで不自由することはないと思います。クリームチーズも美味しいです、はい、ハンバーグの付け合わせの玉ねぎです。ハンバーグというか、まあ、ただのお肉ですよね。美味しいです。このお肉も、ね、美味しいです。クロワッサン、うん、うまいです。それではサクッと食べて観光行きたいと思います、今ね、ロビーに出てみるとホットチョコレートがね、いただけました、これはホリデーシーズン限定みたいなんですけども、いいですよね。あのマシュマロまで入ってる、ホットチョコレートですね、これはこの寒いね、ニューヨークの時期には本当にありがたいサービスですね。こんなサービスがあるなんて全然知らなかったんで、とても嬉しいです。それではねこれから、チェックアウトしていこうかなと思うんですけども、今回ね、こちらシェラトントライベッカホテル、ニューヨークで、ね、滞在させていただきましたけども、個人的にはねかなりおすすめのホテルとなっております。やはりねニューヨークのマリオット系のホテルではですね、ディスティネージョンフィーっていうものがかかってしまいますんで、このホテルだとね、ディスティネージョンフィーはかからないっていうことで、かなりねおすすめの点プラスして、ラウンジが24時間空いているっていうのもねかなりいいですよね。マリオットボムでねプラチナステータスを持っている方はぜひね、あのこちら試してみていただけたらなと思います。ちょっと今回私が利用した際にアップグレードはなかったんですけども、やはり今ニューヨークはねホリデーシーズンで、ね、かなりハイシーズンということもなっておりますので、まあ、1泊ね、5万円を超えるようなね、ホテルの価格が、まあ、一般的っていう感じですので、まあ、アップグレードはね厳しいところですよね。マリオットボンボイのねプラチナステータスとしては、今回はアップグレードなし、ラウンジの利用プラスしてレイトチェックアウトですね、今回も、4時までね、利用させていただきました。まあアップグレードがなかったのはねちょっと残念な点ではあるんですけども、私個人的にはかなりおすすめとなっております。ちょっとね外で最後はねいつも撮っているんですけども、私の滞在している期間はですねかなりニューヨークは、天気が悪くてですね、今回もちょっと部屋からね、最後、お届けということ感じになります。これからもチェックアウトいたしますので、まあ、ここでね、今回の動画は終わりたいかなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。